それを理解してない解説者が冨安は外回らないって言うから、いや、ホワイト完璧だよな、本当に。きたー、強っ。ほんと、ホワイト完璧だった今ね。運んで坂に渡してからオーバーラップするまで全部お手本みたいなね。いやー、冨安、ホワイト2枚でサイドバックやらせられんのでかいな、今季。ね、セドリックには悪いけど、ちょっとオフの可能性もある、あの、相手の。 ああ、ギリよかったね。ねオフホワイトじゃなくてよかった。トミさんは外回らんから回るんですね。ちゃんと回るときのね、原則があって、それを理解してない解説者がトミさんは外回らないって言うから、そういう,うに勘違いする人が出てきちゃうんですよね。可愛さそホワイトの欠点、シンプルな空中戦とかかな。マジ今,日今日のホワイトのポジショニングにも、ダメ出してる人、マジサッカー見る目ないと思った方がいいよ。そのぐらい素晴らしいよ、本当に。完璧だ。うちの、あの、デコイゼにあサイドバック勢にみんなに見てほしいぐらい。 ダニアベスはもっと感覚的ですね。内側に入っちゃうからね。外のうかいけりを作れないし。でもダニアベスはめちゃくちゃうまいからそれでいいときもあるし、外張ってるときもあるし。ホワイト左、左もある程度できるけど、富安の方が多分、その、左を、なんていうか、このスムーズに使えるイメージありますけどね。ホワイトも富やもそうですね。あの、スペースあるところでの、あの、サンマキシミみたいな選手の1対1っていうか、前向かせた後の守備ですかね。それもね、じゃあ、それ完璧にできるサイトバックだから、まあ、カルバハルとかそれはあるんですけど、カルバハルもね、 マドリーのサッカーだとサイド張っちゃうしね、低い位置でもね。カルバハル級の選手にこのサッカーやらせたらもう、あの、暴力的な強さになりますけどね。こういと右サイドバックあの、全然通用すると思います。ただ、あの、だからさっき言ったあれですね、前向かせた後の守備だよね。どこのサイドバックにもあるけどな、それ。だから、前向かせた後の守備強いサイドバックって、こういう、なんていうかな、あの、計算高いサッカーやるチームじゃないから、普通に低い位置では外張ってたりするから、 ロバートソンとかはこういうサッカーできたらまた面白いですけど。だからロバートソンが左絞って、右はあの、アーノードが1列高いしとって、みたいな。んできたリバプール行く。こうやっイギリスのサッカー記者からあんまり評価されてない感じがサッカーわかってないんだろうなっていうふうに思います。わ、えー、かりやすい。空襲戦強いとか1対1が強いとかじゃないから。うん。ちゃんとアルテタがわかってるからね。だからあの、大金使ったし。